ハーゲン・イム・ブレーミシェーンは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、クックスハーフェン郡に属す、町村である。この町は、ブレーマー・ハーフェンとブレーメントの間に位置している。ハーゲン・イム・ブレーミシェーンは、ブレーメント・ブレーマー・ハーフェンとの間のアウトバーン A 二27号線沿いに、位置している。これら両大都市からの流入によって、何世紀も前から、人口は増加していった。 継続的な建築予定地の土地利用指定は増加する、定住者数と連動している。ネガティブな結果としては、自家用車で通勤する新しい住民によって、交通量が増加していることが挙げられる。ハーゲン町内をベーザー側の支流であるドレプテ川が流れている。この町は16の地区とこれに属す集落で、形成されているハグはゲルワンゴのハガ、またはハグスに由来し、 柵で囲うことを意味している。これは居心地の良い快適な保護地も意味する。ハークは池垣で囲まれた囲,れた囲い地と意味する。中ビくドイツ語の地名の語尾ハグは特定の集落形態を表している。ハーゲンという地名、または語尾音説はニーダーザクセン、ベストハーレン、メクレンブルク地方でしばしば見られるものである。紀元前には ベーザー川下流域の両岸にゲルマン人のカウキー族が住んでいた。おそらく紀元後300年から400年にザクセン人が低地ドイツ地方を征服し、カウキー族はザクセン人の中に埋没していった。900年から1000年までの時代にこの地域におけるキリスト教不教に伴ってブラームシュテットに判明している最初の教会が建設された。 ドルフ・ハーゲンは1110人にハーゲンとして初めて文献に記録されている。11世紀からブレーメン主教がその所量の拡大に成功した。ハーゲンは何世紀にもわたってブレーメン大主教領に属し、このため現在でもハーゲン、イム・ブレーミシェンと呼ばれている。発見を守るため、放棄したシュリンゲンの農民たちと戦うために大主教ハルトビヒ二世の下で、 ハーゲンに城塞が建設された。この城塞はカストラムハーゲンという名称であった。住民たちはこれをブルクハーゲンと呼んだ。これ以後隣接するハーゲンはドルフハーゲンと呼ばれるようになった。この町の歴史はハーゲン城の歴史と結びついている。城塞はおそらく木組建築でドレプテ川の谷にあった。この城塞は反乱源の真ん中にあり、 攻略しにくい城であった。城は堤防によって守られていた。1212 12年に放棄したオスターシュターでの農民たちがこの城を包囲した。城は13世紀前半にレンガで建設された。城の堤防のよって初めて村落型定住地が建設され、当初はダムハゲンと呼ばれた。ブレーメン大司教ゲルハルト2世は行政と司法のためにフォークトを設けた。 この大観区は1248年にベルでブラームシュテットに拡大した。大観は堤防の上級管理者として市場管轄権をも行使した。大観は後のフェルステライに住んだ。大司教とその堤臣たちはハーゲンから近くの森で狩猟を行った。当時法廷の木として利用された城塞近くの多くの木は1248年に記録されており、城の近くの 地元の人が、シュタレイケと呼ぶ多くの木と記されている。多くのハーゲン大官が伝えられている。1307年に、ブレーメン大司教領の貴族を一時的に追い出し、城を占領したのは、おそらく、カッセブルーフからの大官であった。1362年に大司教アルベルト2世は、ホー屋のフェーデゴに大司教の関在人、モーリッツ・フォン・オルデンブルクを打ち破った。彼は、 ハーゲン城を本拠地に戻した。アルベルト2世は1389年にこの城を500グルデンの担保としてオルデンブルク博に委託した。現在のハーゲン城現在の城は1502年から遅くとも1507年に建設された。新築を依頼したのは大使教ヨハンローデであった。彼は1506年から1511年までこの城に住んだ。この城は シュマルカルデン戦争で1546年から1547年まで、また、ミュンスターのフェーデで1547年に包囲され、損傷を受けた。初のプロテスタントの司教となった、大司教ハインリヒ・ヒ・ホンザクセンラウエンブルクは1575年に、この城で、第二代ケルン市長の娘アナホン・ブロイヒと合成な結婚を行った。ブレーメン大司教はしばしば従者と共に、 ハーゲンに滞在した。1600年頃に城内やハーゲンにはアムトマン、ハウスフォークと監視人、門番、漁師、羊飼いクネヒト、女中、及び86人の借家人が家族と共に住んでいた。城の近くに大きな10分の一税倉庫が作られたが、1948年に取り壊された。アムトハーゲンは1550年以前に記録されており、 ハーゲンの城がこれを管轄していた。1648年以降このアムトは、スウェーデン、ハノーファー、プロイセンの役人が所有した。アムト・ハーゲンは1885年に廃止された。30年戦争の時代、1644年に約200人のスウェーデン人がこの城にいた。皇帝軍がこれを占領し、スウェーデン人は捕虜となった。戦後ブレメン大教は、 ブレーメン公領を設けた。ハーゲンは1648年以降スウェーデンが治める帝国領方ブレーメンフェルデン公領に属した。ハーゲンはスウェーデンの役人の駐在地となり、1698年には役宅が設けられた。スウェーデン女王クリスティナは帝国議会議員ローゼンハーネにこの城を送った。スウェーデン王室は1719年、 1720年頃に、この香料と城を、ブラウンシュバイク・リューネブルク選定校に売却した。この城は一時牢獄として利用された。ハーゲンは1720年に、ハノーファー選定校のアムトとなり、シュタレー家は、プロイセン時代まで紋章に用いられていた。この町は、アムトハーゲンと名付けられた。城は裁判所、牢獄、館として利用された。 1778年に、付近で最も古い風車として、リッターシェ風車が作られた。1786年に、ハーゲンのユダヤ人墓地について研究されている。フランス時代、1811年から1813年、1814年まで、海岸沿いの地域は、フランス直轄のベーザーミュンドゥン,ン県に編入された。濃度性は、 ハノーファー王国では1833年まで公式に存在していた。1830年頃、ハーゲンの農民たちは年間賃料の25倍の金額で自由を買うことができ、農場を手に入れることもできた。1846年に役人は再び城に住んだ。そして牢獄を備えた新たな役宅を建設した。1840年頃、 アルトルネベルク、ベーバーシテッド、ブラームシテッド、カッセブルーフ、ダムハーゲン、ザントシテッドの約80人の住民がハーゲンのユダヤ教会に属していた。1852年にハーゲン、イム・ブラーミシェンク裁判所が設立された。1856年にアムトの貯蓄銀行がテオドール・クリスティアン・ファハトマンによって設立された。これは 現在、国民銀行とベーザーミュンデハーデルン、軍貯地区銀行の社屋となっている。1861年に、商人のアブラハム・ゴッドシャルクがシナゴーグを寄進したが、1938年に放火された。18世紀半ばにザントシュテットの入り口に旅館が設けられた。この旅館は1898年に、リッター・アースガスト・ホーフと名付けられ、 1945年に火災に遭い、1949年にハーゲンの私立学校が入居した。ハノーファー王国は、1866年にプロイセン王国ハノーファー州となった。この行政改革によって1885年にアムトハーゲンは廃止され、ゲーステミュンデ軍の一部となり、1932年にレイエーと共にベーザーミュンデ軍に統合された。 ハーゲンは裁判所所在地であり続けたため、引き続き中心集落のキャラクターを維持した。裁判所と牢獄は、ハノーファー時代に完成していた。アクスシュテットの上級森林監督官はその役宅を、ハーゲンに置いた。1897年にネオゴシック様式のマルティンルター教会が建造された。城と公園は、一般の立ち入りが禁止され、司法行政官庁として利用された。 のどかなハーゲンはゆっくりと発展していった。第一次世界大戦ではアムト・ハーゲンから280人の死者が出た。カッセブルーフ戦争捕虜収容所には1914年から1918年までに2000人が収容された。1923年、1924年のインフレの時代、ハーゲンは50プフェニヒのノートゲルトを発行した。 フラベルケは1920年から1930年までオートバイを生産していた。国家社会主義の時代、ハーゲンでは395人の有権者のうち281人が NSTP に入党した。マルティンルター教会前のシナゴーグ記念碑ハーゲンに住んでいたユダヤ人は亡命、拉致、殺害の危険にさらされた。1881年に建設されたシナゴーグは、 1938年に消失した。街外れのドルフハーゲンへ向かう道沿いにユダヤ人墓地が残されている。墓石がゴルトマン、ゴルトシミット、レーザー、ボルフ、フロイデンベルク、ゴッドシャルクなどの家族がいたことを物語っている。ユダヤ人墓地のある墓石は国家社会主義支配の下では人々はユダヤ人であったために命を落とさなければならなかった。 という事実を述べている。第二次世界大戦末、何千人もの強制収容所収容者がこの街を通って逃げ去った後、ハーゲンはアメリカ軍に占領された。東プロイセン及び西プロイセンから難民の群れがやってきて、多くの人がここ、特に後のベストプロイセンジートルングに住み着いた。ハーゲンは1946年にニーダーザク選手州に編入された。 ウルスビューテイル方面の国家労働法師団の宿舎は難民収容所となった。ラジアンのバラックは頑丈な家に、ハーゲン収容所はハーゲンベストプロイセンジートルングになった。ハーゲンの人口は1935年から1946年までの間に778人から1400人に増加した。集合場所はかつては有名だったが、現在は存在しない。 ハーゲナーホテルと旅館、アウフデムケラーであった。ドルフハーゲンでは、1950年代にプフォーゲル、ウントゲッチェンの大きなブルワリーが消失した。ヘルマンイコールアルマースイコールシューレとギムナジウムバルトシューレハーゲンベーバーシュテットは、戦後に拡張されたが、一方で1クラスだけのドルフハーゲンの村の格好は1960年代に閉鎖された。 1965年以降、ハーゲナーハイマート・ザイト・シュリフト・ウンター・デア・シュタレーケが刊行された。1971年にザムトゲ・マインデ・ハーゲンが創設された。1976年にクサイバンショが廃止された。1977年にクックス・ハーフェン・シトラント・ハーデルン軍及びベーザー・ウィンデ軍からクックス・ハーフェン軍が設けられた。 ハーゲンの屋内プールは消失し、2019年、現在新しく建設されていない。人口は、ハーゲンだけで4000人、ザムトゲマインデハーゲンで1万1000人にまで増加した。1974年3月1日、ドルフハーゲンとカッセブルーフが合併した。2014年1月1日、ザムトゲマインデハーゲンと、その加盟自治体が廃止され、新たな自治体ハーゲン。 イム・ブレー・ミシェーンが成立した。町役場、旧区裁判所ハーゲン、イム・ブレー・ミシェーンの町議会は28人の議員で構成されている。これは人口1万1001人から1万2000人の自治体の議員定数である。議員は5年ごとの住民による選挙で選出される。この他に千人の町長も町議会での投票権を有している。ハーゲン、 イム・ブレーミシェンの町長はアンドレアス・ビッテンベルクである。彼は2013年11月10日の町長選挙で2人の対立候補相手に58.15%の票を獲得して町長に選出された。この選挙の投票率は63.50%であった。この町はかつてのザムトゲマインでの紋章を引き継いだ。図柄、上下に分割。 上部はさらに左右に分割。向かって、左上は赤字に、直立し葉を右に向けた銀の鍵。向かって、右上は銀字に2枚の斜めに配された緑色の、多くの葉。その上に8つの突起がある赤い星。下部は青字に、銀色の石塚。ハーゲンには、例えばハーゲナーシュポルトフェライニー V、サッカーイコールクラブハーゲン、ウトレーで、 ドイツ人命救助協会地域グループなど様々なスポーツ種目のクラブが存在する。二つのサッカーグラウンド、一つのテニスコート及び大きな多目的体育館が利用できる。ホーペ地区にはモトクロスイコールコースや二つのドッグスポーツ広場があり、定期的にアジリティやドッグレースの国際大会が開催されている。サッカー選手、ジョニー・オッテミア・アンドレアス・ナーゲルは、 ハーゲナー SV 出身である。FC ハーゲン、ウトレーでのサッカーチームは2018年にオーバーリーガニーダーザクセンに昇格した。ハーゲンの中心部にある商業施設の他に街の外れに買い物もできる産業地区が存在する。ハーゲンには国民銀行エッグやベーザーミュンデハーデルン軍著地区銀行のオフィスがある。ベルザーベ地区には B ノート音楽出版の本社がある。ハーゲンでは、ハイマート・ザイト・シュリフト・ウンター、デア・シュタレーケが刊行されている。地域メディアとしては、ブレーマー・ハーフェンで刊行されている、ノルト・ゼー・ザイトゥンクやローカル版として、オスター・ホルザー・クライス・ブラッドを持つブレーメンの日刊誌、ブレーマー・ナハリヒテン、ベーザー・クリアーがある。国際的に重要なのは、E ラーニング・ジャーナルで、 地元にあるジープマンメディアが発信している。放送メディアでは NDR やラジオブレーメンの地域放送所や民間放送のエネルギーブレーメン、ヒットラジオアンテナ、ラジオ FFN、ラジオハンブルクが受信可能である。ハーゲンはアウトバーン A27 号線のハーゲンインターチェンジおよびブレーメンやブレーマーハーフェンに通じる修道 l 三十五号線でアクセスできる。 町を東西に走る L134 号線はシュトゥッペン及びボーケル、あるいはウトレーデ地区に通じている。ハーゲンはブレーメンリーダーザック線交通連盟に加盟している。この連盟はシュバーネベーでブレーメンフェーゲザック、ブレーマーハーフェンへのバス路線を提供している。最寄りの駅はルッパーシュテット、シュトゥッペン、ブレーメンファルゲ、ブレーメンフェーゲザックにある。 現在基礎家庭学校として利用されている旧森林監督署ハーゲンイムブレーミシェンには以下の学校がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。